それではこれから松戸ギタークラブ4組が行いますミニ合奏でございます。まず最初に私たちは最近BS 放送などでも毎日のように企画されております昭和歌謡というところにテーマを絞って考えていました。最初の曲はちょっと明るく、ちょっと元気、高校3年生からでございます。次はちょっとゆっくりした曲で森重久弥の作詞さ加藤登紀子さんも歌ってましたね、知床旅情です。よろしくお願いいたします。Thank you.
バトンタッチします。紹介ですが、向かって右から篠原、渡辺、奥山、私長松です。で、最初の曲は残酷な天使のテーゼで、知ってる人は知っているんですけど、なんだという印象ですが、かなり前に1995年ですから、もう20年以上前なんですけども、テレビで SF アニメの新世紀エヴァンゲリオンというのがありまして、そのテーマ音楽です。で、監督は庵野秀明さんで、昨年シン・ゴジラの監督をやって、大変東方に儲けさせたとか、そういう監督さんですが、そのアニメの同等のテーマ曲です。では行きましょう。100周年だからセンチュリアという名前を付けてやったようです。ただブラスバンドの曲をギター4本で弾くってなかなか考えてみれば冒険なので、うまくいくかどうかなかなか難しいところがあるんですが、ではお聴きください。では行きましょう。
それでは3曲目、次はアルゼンチンのカルロス・ガルデルという非常にイケメンの歌手がいたんですけども、作曲もしまして、コルクナ・カベサというスペイン語で首の差一つというんでしょうかね、惜しいところで彼女を逃したという、そういう、まあ、ちょっと奇跡的な雰囲気もあるんですけど、そんな感じの恋の駆け引きの歌のようですね。では、コルクナ・カベサ。ポルトガル語で、ボービベンド、生きる意志だとか、そういった生きる力だとか、そんな意味を持っている言葉だそうです。で、この「ショーロ」ってその後にカッコして書いてますが、これはブラジルの方の音楽の形式で、19世紀ぐらいから、流行ったブラジルの民族音楽になります。で、作者の方も多分これ読めないと思うんですが、ピシンギーニャって読みます。このブラジルの鐘楼をこの人が一番早くから始めたっ
って言われている方で、ブラジルのこのショーロっていう音楽の先駆的な作曲者の一人です。1曲目がそのボーイフレンド。で、2曲目が、アメリカの曲なんですけど、皆さんご存知の通りですね、ディズニー音楽、ディズニー映画のピノキオ の主題歌として取り扱われたものです。で、ネット・ワシントン作詞、リー・ハーラインの作曲で、1940年に発表された歌です。それでディズニー音楽でも、そのアメリカの全土の100曲のうちノミネートされた第7位という輝かしい、旋律の美しい曲で、ノミネートされております。以上です。じゃあ、2曲続けてまいります。Thank you.
Thank you.